第6章第二次上田合戦関ヶ原への道。魔王織田信長が果たせなかった天気。そろそろ関ヶ原でもおっぱじまる頃かね。久しいな、雪村。せがれ殿。兄上。見事な奇襲だ。真田井戸は引き受けた。ここは頼むぞ、小せがれ殿。お前に用があって上田へ来た。上田攻めの軍を率いるのは兄上。俺は徳川の将軍、沼田の城を預かった上田まではひとまとめ、そう意外でもあるまい。信義、やはり我らの真田井戸を狙ってきたか。そこは秀元を横断する力と通じている。通り抜けてしまえば関ヶ原は目と鼻の先。この攻撃をしのいだのち、我らが先に真田井戸を抜けて援軍に駆けつければ勝負は勝つ。いざ真田井戸を断守し、我らも関ヶ原へ。美濃の国関ヶ原にて、家康公を率いる徳川東軍と石田三成を総大将とする豊臣政権が布陣し退陣。東軍福島正則勢と西軍浮田規定家勢の激突により、合戦の火蓋が切られました。始まったぞ。急ぎ家康公のもとへ宛て先るのだ。ほう、真田井戸を通じて関ヶ原の様子が伝わってくるか。あ、こいつはお客人方に拝聴料をいただかないとね。しかし兄上、それがしに用向きとは。幸福勧告であれば、親父様もそれがしも受け入れはいたしませんぞ。それがお前たちの選ぶ道であれば、好きにするがいい。俺は俺の道をひた走るまでのこと。だが雪村、お前には問うておきたい。誠の真田の道とはいかなるものか。黒田長政、細川忠興、加藤義明ら石田三成暗殺隊が西軍本陣へ向けて出撃。本陣の守りを固める。左近隊、前へ。三成様をお守りするのだ。誠の真田の道。そう、お前たちの道は今西軍豊臣に沿うている。俺は上田を去ったあの日から、家康と共に日の本の先を照らす術を求め、北橋さん、こたびの大戦は我ら東軍家康の勝利によって踏み出され、先への一歩に過ぎる。日の本を二分したこの戦が決着することで、天下は一つとなる。戦国の世は終わる。それより先こそが我が真田の誠の道。
世を太平へと導く道こそが俺の進むべき道だ。さすがは真田の城、容易には落ちぬか。えい、城内へ流れ込め、かつて押し潰すのだ。三成暗殺隊、本陣守備の激しい抵抗により敗走。左近隊、敵部隊本陣への突撃を阻止。しかし決戦のさなか、島左近が無数の銃弾を浴び戦闘不能。敵に燃えよ我が日本、敵に燃えよ我が日本。敵の戦局は五分五分と言ったところか。さあ、敵はどうなるやら。どうした、島津はまだ動かんのか。戦国出陣を要請したはずではないか。それが伝令の者が下馬せず依頼したところ、無礼なりと一喝され追い返されたとのこと。まさか兄上、天下分け目の大戦は徳川殿と兄上が仕向けたもの。同じ道を行けぬ者と先へ進めぬ者、これらはいずれも天下統一への妨げとなる。そうした歩みを妨げる者をこの戦にて取り除く。我らの先のためにしよう、最良の策だ。バカな、兄上。では毛利は、毛利はなぜ動かぬ。出撃は要請したのだろう。毛利は弁当を試食した後、出撃すると返答があり、それ以降は西軍内にて統率に乱れが生じている模様。この機に生じ松尾山に伝令、我が東軍の奥の手を。兄上、それが兄上の進む道であれば、この雪村の誠の道は別にあり申す。それがしは親父様の道を行く。たとえ先が途絶えていようと後悔はいたしませぬ。なら、この俺の一踏みでその道を砕こう。小早川め、この後に及んで落ち着きおったか。松尾山に向けて発砲準備、弱虫金吾を一括しろ。特に松尾山に布陣する小早川秀明を一斉銃撃。ひるんだ小早川が東軍に寝返っただと。お前の勝利を俺は疑わない。候補の憂いはこの俺が立つ。先へかけ、世を照らせ。了解、旦那。任された。よく引き受けたはいいけど、ちょっとばかり気合い入れないとしんどいかもよ。それじゃ一つ、俺様の華麗なる手裏剣さばきをご披露しちゃいますかね。小早川秀明の裏切りにより動揺した西軍将兵が東軍へ願いました。その数およそ1万。あらら、こりゃ西軍も敗色の起こって感じじゃないの。これは真田も身の振り方ってやつ考えないとね。信行の旦那が徳川にってのが大旦那の技術か何かだったら拍手喝采なんだけど、そりゃないか。相手は忍びだぞ、どこどこしろ。いざ手裏剣が尻に尻に。にしてもまさか信行の旦那がね。ま、昔から何考えてるか分かりにくい人だったっけ。分かりにくさで、いや、正幸の大旦那もいい勝負だわ。そこへ行くとあの人の分かりやすさが際立つってもんだ。親父と兄貴の板挟みでさぞ辛いだろうけど。小早川軍が大谷義継の猛攻を受けている模様。弱虫金吾は早々に気を失い戦闘不能。ま、とにかく東と西どっちが勝ってもとりあえず真田の家は残るわけだ。どっちにしろ
俺様は雪村の旦那についていくだけさ。なんか放っておけないんだわあの人。たかが忍びにここまでしてやられるとは。その手枷、ひょっとしてオタク黒田官兵衛？そういや脱獄したって電話一緒来てたっけ。で、今東方についてるってわけね。当たり前じゃ。王政をあんな穴蔵に閉じ込めやがった奴らの味方なんざ誰がするか。脱獄してしばらくして偶然信行らと出くわした。あいつはな、哀れな小生を拾ってくれたんだよ。普通ならよかったねって済むだろうけど、オタクほどの男に狙いがないわけないよな。いよいよ小生にも月が回ってきたってわけだ。やれ、信行の旦那も厄介なもん拾ったね。こいつは大旦那なりに食えない男だぜ。なんということだ。大谷教部義継殿も小早川軍を壊滅せしも自らは分死されただと。おいおい、こいつはさすがにまずい流れだ。どうする？旦那、大旦那。間もなく落ちる。真田正幸の道はここでついえるのだ。ならばお前の行くべき道も消え失せよ。俺と来い雪村。お前の先をこのようなところで途絶えさせるな。大谷軍改装の砲を受け、三成様が本陣より出撃。アシュのごとく東軍本陣を目指し疾走中。雪村は勇敢よ、信行。今の小西には分からんだろうがな。何？お主は何も見ておらん。いや、お主は何も見えておらんのだ。道も先も足元さえもね。戦国最強本田忠勝様、上空より西軍陣地を爆撃、次々と殲滅していきます。あなたが俺の見据える景色を理解しようはずもない。俺はあなたの遥か前に、その姿が霞んで見えぬ頃に。兄上。かつてあなたは幼き俺に問いた。武勇と智謀、仁義忠信をもって天下に名をなし、あらゆる物の符が規範とする道となる。それこそ誠の真田の道である。あなたの言葉を信じ、俺は車輪にかけた。あなたがこの道の先にいると信じて。だがいなかった。あなたは全く別の道を進んでいたからだ。道を違えたのは俺ではない、あなただ。親父殿、信玄公の死が親父殿を変えた。親父殿を立ち止まらせ
道を惑わせたのだ。の、ゆき。だが俺は先へと進んだ。そして今なお、たゆみなく邁進し続けている。その差がこれだ。俺は父であるあなたを凌駕した。これより先、真田の道はこの信行が人走ろう。兄上、親父様。覚悟しておけ、雪村よ。ほどなく関ヶ原も決着せ。無論我らの勝利でだ。なんと石田三成、自ら東軍本陣に突撃。家康との一騎打ちと相成りました。石田殿と徳川殿が一騎打ち。聞こえる二つの熱き心の叫びが。家康なぜ貴様は断罪されない。家康様を裏切り、私を裏切り、この世の全てを欺き、己も偽り生きる貴様をなぜ誰も咎めない。それはまだその時ではないからだ、三成。わしは罪を負った。そしてこれからも追い続ける。いつか必ず全ての罪を裁かれる時が来るだろう。だが今ではない。それはわしが港の絆を束ね、天下を一つとしたその後だ。絆。ならば私との絆はどうなった。貴様の汚れた過去ごとむさるさか。それとも、そんな絆などなかったのか。私は心の中で貴様を友と呼んでいたんだ。三成、お前は秀吉殿との絆が強すぎたんだ。他の全ての絆が霞んでしまうほどに。勝手なことを。私から全ての絆を奪ったのは貴様だぞ、家康。そうだ、三成、わしはお前から全てを奪った。だから、それを贖うためにお前の命を奪うという罪をも背負う。これはわしの決意だ。さあ、終わらせよう、三成。三成。二人の声が途絶えた。決着は一体。わかるか、雪村。石田三成もまた豊臣秀吉の死という枷に囚われ、立ち止まり、惑い、先を捨てた。俺は走り続ける。たとえ今この時家康を失おうとも。信行、関ヶ原は勝ったのは。総大将同士の一騎打ちがついに決着。勝者は家康様だ。徳川家康様、ご健在なり。終わりしまったか。伝令。敵将石田三成斬首。見事だ、家康。これにて先に進める者は必衰とついえる。新しき世の到来だ。兄上は道を誤っておられる。弱き者、古き者、ただ切り捨てて進む道など魔王覇王が敷いた道と変わらぬ。うつろなり。
雪村にたわごとを吹き込んだな。それも砂術の類か。この安枯れの見せ物もようやくしまいだ。最後に師として子であるお主に二つ伝えておく。一つ、痛みってもんを知れ。人の心の痛みを。二つ、立ち止まり雪村を待て。あやつは必ずお主の背中に追いつく。重いもんを抱えて一歩一歩踏みしめながら、えっちらおっちらとな。すまん、すまんな信行。わしではもうお主には追いつけんのだ。幼き日に見た瀬名が、先を行き大きく揺れるあの瀬名が、俺にはもう見えぬのです。